京都にあるホテルに泊まってきたいと思います。それでは行ってきます。今回泊まったのは京都の四条駅から徒歩10分、三丸西の洞院高辻。こちらのホテルはアパートメントホテルで、全室キッチン付きの大人数向けのホテルです。無料 Wi-Fi、ファミリールーム完備、カード決済、中長期滞在可能となっていました。Amazon プライムとか大きいクルコとか、はい、女子会とか、はい、なんかよくたこ焼き器とか、はい、リモート、はい、なんかどうします。あ、そうなんですか。写真これ見たら、うん、あー本当だ。春、夏、秋、冬の景色が見えます。今はじゃあ秋の季節ね。そうですね。かわいい。一番奥だ。すごいすごい。ベッド、お、え、広い。すごい。開けてみよう。本当。あ。あ、窓は開けられないみたいです。ベッドの高さはちょっと高め、普通かな、普通ぐらいの高さで、さあ弾力、あ、結構固めですね。まあ、沈まないで固めのベッドになってました。こっちは何だろう、あ、こっちにも2段目あります。ってことはここは最大4人まで、お、ちゃんとコンセントと USB コンセント、あ、電気もあります。あっちにもあります。すごくリビングみたいな雰囲気です。机もすごい大きくて、ご飯食べたり作業するのにはもう有り余る広さです。
座るとお部屋全体が眺められていい感じです。京都観光の雑誌がありました。これは優しい、こういうの助かる。10cm ぐらい大きさ。ここは80とか90大きさになるかな。これはなんだ？ iPhone？ スマホが、あ、スマホが置いてありました。あ、フロント用に電話、これか。フロント用に電話できて、ランドリー、今ランドリーの利用状況がわかるんだ。すごい。客室案内だったね。清掃の案内が書かれてるみたいです。すごい、こんなのがありました。この前にあるのは、気になる。こちら、これは開けてみます。おお、すごー。わ、え、ガチキッチン。もうこれはお家や。新築のキッチンみたいなレベルでペーパーあって、電気ケトルがあって、ここにコンセントがあって、すごー。中開けてみます。あ、すごい。ちゃんと包丁があって、お鍋があって、フライパンの小鍋。これ完璧、何でも作れちゃうじゃん。よいしょ。引き出し、おお、ちゃんと食器ですね。食器4つずつだね。4つずつここにあります。ここは、うん、コップとマグカップ。食器は 1,2,3,4,5 5種類の食器があります。ここは、あ、ゴミ箱。冷蔵庫開けてみたいと思います。おお、広い広い、大きい。冷凍庫と冷蔵庫別なのって相当珍しい。すごっ。続いてこっちの扉オープン。お、ここは金庫ですね。おお、わ、助かる。ハンガーが大量にあります。続いて大
ジの全身鏡。続いてお風呂かな、お風呂。あ、待って、お邪魔します。脱衣所広っ。下にはバスタオルが4枚あって、フェイスタオルが4枚、5、6。え、ここは予備用で置いてくれてるんだ。よそ、こっちなんだろう、ドライヤーですね。お風呂開けます。いや、あ、え、超おしゃれなんだけど、このグレー。あ、待って、やばこれ、やば、これ外国のドラマに出てきそう。すごー。もちろんこっちのちっちゃなシャワーもあります。もう良さそう。ボディーソープ、コンディショナーとシャンプー。こっちに鏡もあります。これはおしゃれすぎか。よいしょ、入ってみます。よいしょ、わ、めっちゃいい。あ、やばい、めっちゃいい、でかい。いい感じです。シャワーチェックします。さあ、オッケー、いい感じです。この全部着て可愛い。ちょっとウォシュレットもあります。アメニティは下でもらえて、ベッドと歯ブラシとパジャマ、スリッパです。今回泊まってるお部屋は502なので、これが一番大きくて3番目に大きいぐらいのお部屋なのかなと思います。洗濯機が3台あって、乾燥機も3台あります。
から外に何があるか少し散策しに行きたいと思います。錦市場に来たんですけど、錦市場までは15分くらいで来ました。アウトで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、というわけでこんな感じでホテルに泊まってきました。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。